さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日はこのニコン DF のセンサーについたゴミ問題について語ります。ミラーレスを私しばらく使ってました。それで、まあ、ミラーレスはね、もうレンズの向こう側は即センサーですから非常に心配しながら使っていましたが、この DF の場合にはここにミラーがあるのでゴミはつかない、つきづらいと思っていたんですよね。でもそれは大きな間違いでございました。この DF に結構なゴミが付着しておりましたので、これからそれを見ていただきます。これは DF で撮影した写真になります。大きなゴミ、黒い点ですね、ゴミがあることがわかります。開放で撮影しているとゴミはぼやけてしまいますので、まあ気にならないのですが、絞るとびっくりするぐらい目立ちます。この大きな黒い点がゴミです。左側にもありますし、左上にもあります。なぜか真ん中より左に集中しています。これでは大切な写真を撮影することはできませんね。まあ基本的には私はですよ、フォトショップあるいはピクセルメータープロの修復ブラシを使って修正します。今お見せしているのはフォトショーになります。今の修復ブラシは非常に優秀ですから綺麗になりますね。だいたい綺麗になりました。いかがですか。まあこれはこれでいいんですけれども、でもとっても面倒なことですよね。一枚一枚修復することになりますので、ですからこうなる前にこまめにセンサーをチェックして、クリーニングを行う必要があるということです。あまりやっちゃいけないんですけれども、これまで私は自分でクリーニングしてました。ネットなどで紹介されている方法を使って、まあほぼそれできれいにすることができます。でもね、この DF はさすがに自分ではしないでおこうと思います。まあ近くの北村さんに持っていけば済むことなんですけれども、今回はニコンさんの代理店かな、そこに持ち込むことにしました。まあ以前はね、ニコンサービスセンターとかニコンギャラリーとかあったのに、今はもうこういう代理店委託業者かな、まあこういうお店しかなくなってるんですよね。なんとも残念でございました。それでもね、中に入るとね、興味深い資料が展示されてるんですよ。またね、ニコンのいろいろなお話をね聞かせてもらって楽しかったです。センサークリーニングにつきましては、受付をしてから1時間で終了しました。保証期間ということで無料で対応してくださっています。これがクリーニング前ですね。その赤い印がついているのが大きなゴミになります。それからクリーニング後が下になります。もう全くゴミがなくなっています。自分でやるとね、ここまで綺麗に取らないことがあって何度もやり直すことがありましたね。まあそれはそれでいい経験でしたけれども、
さすがに業者さんは完璧にやってくれますね。ニコンのサービスセンターがなくなったということで、まあ業務委託をしてくれるこういうねお店があるからまだいいんですけれども、まあ、すごく寂しい思いをしましたね。で一方で拡大を続けているメーカーもあるじゃないですか。そこもちょっと覗き込んできました。ソニーストアです。中には若い人と、まあ、年配の人お二人がねカメラをご覧になっていましたね。買うかなって見てたんですけど、若い人はこの α7C を購入されたようでした。私はもっぱらこの α1 いじくり回してきました。いやさすがにねソニーのフラグシップだけあってなかなかすごいカメラだなって思いました。でその後2階に行ってギャラリーを見学しました。若い女性の作家さんの展覧会が行われていました。まあこのギャラリーいつも特徴的なのはディスプレイを使ってね作品を見せるということもするんですけれども、なかなかね今日風今風でおしゃれかなとも思いました。 DF に AI ニコール50mmF1.2S をセットして撮影もしました。まあこのレンズについては以前レビューしましたのでそちらを見ていただければ、たくさんの写真と一緒に私の感想がね掲載されています。感じたのはまずね開放 F1.2 ですよ。すごくないですか。その開放 F1.2 で使うとやはりかなり甘くなりますね。こんな感じです。ふわっとした独特の雰囲気になるんですよ。今のレンズは開放から改造していきますけれども、このレンズを使う場合にはそのことを意識しなければならないということです。まあ逆を言えばね、今のレンズじゃ絶対できない表現をこのレンズはしてくれるということです。まあ、ちょっとね好き嫌いがあるかもしれませんが、まあ、このボケなんかは最高じゃないですか。これ開放で撮っています。まあ古いといえばめっちゃ古いレンズなんですけど、このマニュアルレンズを絞るとですね、めちゃくちゃシャープなんです。ちょっとご覧ください。F5.6 で撮影してますね。まあ、今のレンズの解像感とそんなに差はないかなと。個人的に思いますね。うん、なんか別なレンズを使ってるんじゃないと思うぐらいにね、シャープになりますね。この写真も同じですけれどもね。うん。まあそんなことを感じました。で、今日はやっぱりマニュアルフォーカスの楽しさですね。ピントをどう合わせるのかっていう楽しさをね改めて感じましたね。ボケを操る、うん、そんな楽しさもありましたね。ということで、今日は久しぶりに 1.2 ですよ、 F1.2 というすごいレンズを使わせていただきました。今夜もご視聴いただき誠にありがとうございます。